パンチングマシン198キロ、握力130キロという怪物男がブレイキングダウンオーディションに登場。同じくパンチングマシン193キロの破壊力を誇る男との衝撃スパーリングは土迫力のレフェリーストップに終わった。映像、怪物、同士のスパーで衝撃結末11日、朝倉未来の YouTube チャンネルにて、1分1ラウンドで最強を決めるブレイキングダウン13。 オーディションの最新回が公開。パンチングマシンで高記録を叩き出した猛者が集い、本戦出場を争った。まず紹介されたのは、握力を専門的に鍛えているチーム、悪劇道代表の握力。パンチングマシンは198キロで、握力がマックス130キロという数値を叩き出すという。握力に関しては、一般男性のピーク値でも50キロは超えない程度なので、 数値からも相当な力を持つことがわかる。そこで朝倉が、誰か握られてもらっていいですかとひな壇に振ると、いち早く最古松本が俺行きますと軽いノリで手を上げる。悪劇が最古の手をゆっくり握っていくと、コキッという音が鳴り、つえー、つえー。と驚いた表、その後、最高。と言いながら戻っていった。その後、パンチ力特化にきことギャンが登場。 1> 第1回ブレイキングダウンに登場したが、実力が発揮できず、本戦出場は叶わなかった行きさつがある。こちらもパンチングマシンは193キロという高い数値を叩き出すということで、悪劇サスギャンのスパーリングが決定。握力に自信のある男とパンチ力に自信のある男、どんな戦いが見られるか注目だったが、すでにブレイキングダウンでスパーリング経験のあるギャンが前に出ていき、 最後は金網に追い詰めレフェリーストップ。悪劇の自慢の握力パンチ力はその実力を発揮することはなかった。